刻は12時になりました。シースタヨミタン FM ランチ、今日は12月12日火曜日ということで、ガンジューチャレンジをお届けいたします。この時間は毎週いろんなテーマに沿って健康につながるお話をしていきたいと思います。ということで本日のテーマは、毎月12日がパンの日ということで、あなたが好きなパンです。どうぞ1時間お付き合いください。この番組は FM よみたんの本スタジオより生放送でお届けしているシエスタよみたん FM ランチ、ガンジューチャレンジ。この番組はよみたん村健康づくり推進協議会、よみたん村役場健康推進課の提供でお送りいたします。改めまして、皆さんこんにちは。毎週火曜日この時間はシスタヨミタン FM ランチ、ガンジューチャレンジと題しまして、皆さんの健康づくりを応援するパーソナリティの平田美希がお届けしていく1時間のトーク番組となっております。この後12時、この後じゃないね、もう12時ですね。12時から1時までの1時間、 FM よみたんの本スタジオから生放送でお届けしていきますので、どうぞ1時間お付き合いよろしくお願いいたします。ということで、毎週いろんなテーマに沿って健康につながるような、楽しいお話ができたらなとね、1時間お届けしているんですけれども、今日12月12日、今日というか毎月12日がパンの日ということで、今日のメールテーマはあなたが好きなパンをテーマに、はい、後半第4コーナーでお話をしていきますので、ぜひ皆さんからのメッセージお待ちしております。ではここで、メールアドレスを紹介いたしましょう。メールアドレスはすべて小文字で fm786@fmyomitan.co.jp、すべて小文字で fm786@fmyomitan.co.jp です。また FM よみたんにはホームページ、また無料で配信しておりますアプリがございますので、どちらか利用しやすい方を選んで番組へメッセージ送っていただけたらなと思います。また番組へメッセージ送る際なんですが、 FM よみたんには160名余りのたくさんの、パーソナリティがいらっしゃいますので、必ず懸命に番組名の入力をお願いいたします。ということで、この時間へメッセージを送る際は、ひらがなでガンジュ、カタカナでチャレンジ、もしくは平田美希と打っていただきますと見つけやすくなりますので、ぜひ皆さんメッセージお待ちしております。
今日はパンをテーマにお話を第4コーナーしていきますので、どうぞよろしくお願いします。さあ、それでは簡単に番組の流れを紹介いたしましょう。この番組はね、そう1時間生放送でお届けするんですが、この後第2コーナーから第3コーナーにかけて読谷村役場健康推進課のお知らせをしていきます。そして第4コーナーはメールテーマに沿ってお話をしていきますので、その時間までにメッセージお願いいたします。そうそう、その後じゃない、この後12時12分には今日のお天気もお伝えしていきますので、今日ね、なんか今 FM 読谷のスタジオから見える、まあこの隙間からは青空見えるんですが、反対側何どこ側だろうね、さっきお手洗い行った時になんか薄暗く感じたので、これから雨が降るのかなとね、ちょっと天気が夕方にかけて怪しい感じがしますが、はい、皆さんまたね寒くなってきて、まあ毎週聞いてくださってる方は私の声が鼻声になってるっていうのも気づくかな、どうだろう、私的に鼻声だなって思うんですが、はい、ちょっとお聞き苦しいこともあるかもしれませんが、1時間で頑張って楽しくお届けしていきますので、どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。さあ、ということで12月12日、今日はもう火曜日なんですけれども、皆さんいかがお過ごしですかね。先週聞いてくださった方は、ちょうど先週私はお休みをしまして、スタッフの千葉奈優さんに代理でね、あの番組を担当してもらったんですけれども、1時間ありがとうございました、まあね、そう、私は別のお仕事をしてお休みをしたんですけれども、皆さんに、ん、皆さんに何だっけ、何を言おうとしたか忘れましたか、はい、2週間ぶり の担当なんですけれども、今日もね1時間お届けしていけますので、どうぞお願いします。まあ、私は普段この FM 読谷のね経理の仕事をしながらなんですが、はい、モデル事務所に登録をしておりまして、そこからの、ね、お仕事も依頼をいただきながら、またここでお休みをいただきながらお仕事をさせてもらっております。まだまだモデルとしてモデルのもの活動もねできているかって言ったら自信はないんですけれども、はい、どんどんいろんなショーやいろんなお仕事に携わって、もっともっと、まあいつかはテレビに出れるように頑張りたいな。まあでもファッションショーとかが好きなので、ウェディングドレスを着ていろんなショーに出れたらなと今頑張っているところです。去った日曜日もアシビナアウトレットモールアシビナの方で開催されましたイベント、ファッションショーでもね今回出演させていただいたんですけれど もうね30分ぐらいのショーだったんですが、本当あっという間で、はい、すごい楽しかったんですけれども、本当あっという間だなと感じながらね、また2月にもあるショーが予定をしていますので、また、近くなったら紹介できたらなと思っておりますので、ぜひリスナーの皆さん、 FM 読谷を聞いている皆さん、ぜひお時間があればぜひ見に来ていただけたらなと思います。普段の FM 読谷にいる平田美希とはちょっと違った、ちょっとじゃないかな、だいぶかな、どうだろう、お化粧もねバッチリすると思うので、違った平田美希を見れるかもしれませんので、ぜひ見に来ていただけたらなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。さあ、ということで、もうね2017年、あともうあと20日もないね、19日、2週間ちょいなんですけれども、皆さん最近どうでしょうか。まあ、年末にかけてお忙しい方も多くいらっしゃるかとは思いますが、またね私みたいにちょっと鼻声になっている方もいるのでしょうかね。ちょっとね中暖房を効かせたり暖かい、ね、格好をしている方も多くいらっしゃるかと思うんですが、外がまた寒くて体調崩しやすい、またインフルエンザも流行っておりますので、皆さん日頃から手洗いうがい、まあね、外から帰ってきたら手洗いうがいとしっかりして予防をしていただきたいなと思いますのでね、皆さん体調崩さないように年末年始もね楽しく過ごして、またその前にクリスマスがありますからね、楽しく過ごしていただけたらなと思いますよ。ということで今日ですね、そう第4コーナーにパン好きなパンをテーマにお話をする予定なので、ちょっと1曲皆さんに曲をプレゼントしたいなと思います。それではお聴きください。山野さと子さんの歌でパンのマーチです。どうぞ。
きなパンでパンパパパンパンパン。昔パンを焼いたのは6000年も前のこと。小麦を粉にしてこねにてこねにて、エジプトの母さんたちがおいしいパン。それではこの後一旦 CM を挟みまして今日のお天気です。それでは今日のお天気をお伝えします。沖縄気象台11時発表、沖縄本島中南部今日は曇り、ところにより夕方雨の予報となっております。降水確率はこの後夕方6時までに 10%、 夕方6時から深夜0時までも同じく 20% の見込みです。日中最高気温は20度、風は北東の風や強く、波は3メートルの予報です。続いて天気概況です。沖縄本島地方では明日にかけて空気が乾燥する見込みです。火の元、火の取り扱いに十分注意してください。沿岸の海域では13日にかけて波の高いところ、高い状態が続く見込みです。高波に注意してください。また本日沖縄地方では湿った空気や寒気の影響により曇りで、ところにより一時雨が降るでしょう。大東島地方では午後は寒気に次第に晴れる見込みです。沖縄地方の沿岸の海域では波が高く、明日は次第にしける見込みです。沖縄地方は高波に十分注意してください。ということで今日はこの後夕方から雨の予報となっておりますので、皆さん、まあ、ドライバーの皆さんもね、はい、安全運転を心がけてください。また今日ね、朝嘉手納ロータリーの方でも事故があったということですので、ドライバーの皆さんは時間に余裕を持って安全運転で走行してください。以上、今日のお天気でした。
は12時17分を回りました。 FM 読谷の本スタジオから生放送でお届けしているシエスタ読谷 FM ランチ寒中チャレンジをお届けしております。それではここからはこのコーナーです。ということで、この BGM が流れましたら読谷村役場健康推進課のお知らせをしていきます。第2コーナーから第3コーナーにかけてお知らせしていきますので、どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。読谷村役場健康推進課では、妊婦、乳児から成人までの健康診断や健康相談のお知らせのほか、健康情報を発信してまいりますので、どうぞ本年度も引き続きよろしくお願いいたします。また平成28年度、昨年度から部名と加盟が変わりまして、窓口、部屋の方も移動となっておりますので、足を運ばれる際は、久しぶりに行く方は場所の確認をお願いいたします。また出入り口付近にはインフォメーションがございますので、気軽にお問い合わせください。ちなみに以前は子ども未来課があった場所が、現在は健康推進課となっておりますので、よろしくお願いいたします。さあ、ということで、平成29年度の健康診断のご案内ということで、今年度4月からこの番組で毎週ご案内しているんですけれども、皆さん健康診断今年度受けましたでしょうか。まだ受けていないという皆さんは、これからスケジュールを調整してですね、ぜひ年に1回必ず健康診断、自分の、ね、体がどういう状態なのかということを確認をしていただきたいなと思いますので、まだ受けていないという皆さんは早めのスケジュール調整よろしくお願いいたします。まあね、実は今FM読谷ラジオ聞いてる方は分からないかと思うんですが、今私20名ぐらいの方に囲まれて今お話をしています。ちょっとね、いつも緊張するんですが、もっと今日は緊張しているんですが、1時間ね楽しく頑張りますので、そう、今嘉手納高校の生徒の皆さんが見学に来ております。ちなみに私も嘉手納高校出身で、十何年か前に卒業しました。年齢バレちゃいますかね。はい、高校時代にこういう高校生の時にこういう場所でね、見学できるっていいなと、はい、羨ましいなと思っております。今日は楽しんで、はい、見学して楽しんでもらえたらなと思いますのでね。はい、なんで、そうあれなんですよ、年に1回こう健康診断受けてほしいということで皆さんにお伝えしてるんですけれども、学生の間は必ず新学期になると健康診断って基本検診に受けるかと思いますが、社会人になると健康診断、中には3年から5年10年まではいないかとは思うんですけれども、何年間か受けていないという方も中にはいると聞いております、ね、車の点検は必ず半年点検、1年点検、2年点検とするかと思うんですけれども、自分の体の状態もね、年に1回健康なのかどうなのか健康診断をしっかり受けて、自分の体の状態を知ってもらえたらなと思います。まあ、20代の時大丈夫であっても、30代40代になるといろんな、ね、結果数値が変わってくるかと思いますので、今までのこの食生活が本当に大丈夫なのかなとね、どうなのかっていうのも知るための検査の一つにしてもらえたらなと、また去年そして5年前の結果と比較するなどしてほしいですのでね、ぜひ毎年年に1回健康診断を受けていただきたいなと思います。そして今年度受診された方で、中には再検査を受けてくださいねと言われている方が中にはいるかと思いますが、再検査まで受けましたでしょうか。もうね、今年は2017年あともう2週間ちょいなんですけれども、まあ、年度内に3月までに受けてもらえたらなと思いますので、再検査を受けてくださいというふうに言われている皆さんは忘れずに受けるようにしましょう。またですね、4月の候補読谷年度初めにですね、皆さんにあるパンフレットを配布しております。白地にカラフルの A4 サイズのパンフレットなんですけれども、こちら健康推進課から各世帯に保存版としてパンフレットをお届けしていますので、ぜひこちらの中に、まあね、日程も入ってるんですが、その他にもね情報が入ってますので、ぜひお時間ある時にみんなでと家族で見ていただけたらなと思いますのでね、見ていただきたいなと思います。また家族でまだ健康診断受けていないという方がいましたら、まあ、お家でね食卓の時にでも
まあ、何かの時にそういえば今年受けたかなとね、受けたねとね声をかけて、うん、いただけたらなと思います。子どもたちもお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんに、今年度健康診断受けたと声をかけて聞いてもらえたらなと思いますのでね、ぜひみんなで心かけていただけたらなと思いますのでよろしくお願いいたします。ということで、健康診断には集団検診と個別検診があるんですが、集団検診残り1回となっております。まあ、10月22日日曜日に日曜検診行う予定だったんですけど、実施する予定だったんですが、その日が台風で中止になったため、今週12月16日土曜日土曜日が最後の集団検診の日となっております。はい、集団検診を希望される方、ぜひ12月16日土曜日が最後の集団検診の予定となっておりますので、ぜひこの日に受けていただけたらなと思いますので、時間の調整よろしくお願いいたします。場所は読谷村役場の庁舎内正面玄関で受付をする予定です。また受付時間は8時30分から11時までの午前中となっておりますので、ぜひこの日スケジュール調整お願いいたします。そして続いて個別検診なんですが、通い慣れた病院で自分の予定に合わせて受診することができる個別検診ということで、受診期限は来年の30年1月31日水曜日までとなっておりますので、集団検診16日受けられないという皆さんは個別検診で1月31日までに受けていただきたいなと思いますのでね、忘れずに受診してください。またより詳しく自分の体の状態を知りたいという方は人間ドックに変更することができますので、各医療機関へご相談またお問い合わせください。そして病院へ通院中の方へなんですけれども、病院へ通院中の方も年に1回健康診断を受けましょう。治療のための検査と予防のための検査は別物です。高血圧の治療をしていても健康診断を受けたら糖尿病が見つかったという方もいらっしゃるそうです。重症化になる前に見つけることができますので、かかりつけの病院に相談をして年に1回健康診断を受けるようにしましょう。だね、テレビでも放送されてますからね、病院へ通院中の方も忘れずに定期的に年に1回健康診断受けてください。よろしくお願いいたします。そしてまた健康診断を受ける際にぜひがん検診も一緒に受けてくださいということでご案内なんですが、日本人は2人に1人ががんにかかると言われております。がん検診も一緒に受けてください。また読谷村でも大腸がんや肺がんなどが増えているそうですのでね、健康診断基本検診を受ける際にお時間ぜひ丸1日ね使ってがん検診も一緒に受けていただきたいなと思いますのでよろしくお願いいたします。そして協会健保に加入されている扶養者の皆さんへお知らせなんですが、読谷村からがん検診の受診券を発行することができますよということで、ご希望の方は読谷村役場健康推進課まで直接ご連絡ください。ね、がん検診の受診券は対象者の皆さんにはもうね事前に送られているんですけれども、協会健保の加入者にはまだ届いていませんので、ご希望の方にのみ発行しているということですので、ぜひ希望の方は連絡くださいね。水色のハガキタイプで発行できますので、はい、ご連絡よろしくお願いいたします。ではここで連絡先をお伝えいたしましょう。読谷村役は健康推進課、こちら直通で098-982-9211098-982-9211となっております。お気軽にお問い合わせください。また子どもたちの健康診断も皆さんありますので、保護者の皆さんは子どもたちの健康診断もしっかりと受診させてください。明日12月13日水曜日に3歳児検診、そして14日木曜日は1歳6ヶ月検診、15日金曜日は2歳児健康広場、16日土曜日は乳児一般検診となっております。対象者のお子様には読谷村役場から通知が送られているかと思いますので、
忘れずに受診の方よろしくお願いいたします。保護者の皆さんね、スケジュールを調整をしてお仕事ね、お休みを取って、はい、あの子どもたちの検診を受けさせていただきたいなと思いますのでね、お願いします。まあ、もしどうしても保護者の方が厳しいよという時はね、あの悩むのではなく、ご両親もしくは兄弟にご相談をして、家族みんなで助け合って子どもたちの健康をサポートしていただきたいなと思いますので、ご協力よろしくお願いいたします。そして保護者の皆さんで何か子どもたちのことで悩んでいることはありませんか、ということで、お子様の身体測定、食事のこと、また予防接種のことや子育てについてね、いろんな悩みがあるかと思いますが、こちらの悩み、健康推進課では健康相談も受けておりますので、気軽に、はい、子どもたちのね、何か悩んでいることがありましたら、お気軽にご相談くださいということですので、はい、健康推進課まで連絡のよろしくお願いいたします。また事前にご連絡いただけると助かりますということですので、一度ですね、何か相談したいことがある方は一度連絡のよろしくお願いいたします。また毎月1回なんですが、完全予約制で、お子様の心の発達や言葉の遅れなどが気になる方のために、子ども心理相談を設けているということですので、心理相談員がご相談に応じますよということですので、こちらも気軽にご相談ください。ぜひですね、いろんな悩みがそれぞれあるかと思いますので、一人で悩むのではなく、まあね、家族に相談するのも相談をするのもいいんですけれども、専門の方に相談をすることも一歩近づける、ね、きっかけになるかと思いますので、ぜひ気軽にご相談ください。それでは一旦 CM を挟みまして、また引き続きお知らせです。島の読みたんそう。トントントン、ガッチマイガッチマイ、トン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 、イチデジ、トントン、ワッタブットデジナトン、トン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 、ワッタムラヤ、一番一番、トントントン、トン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 、チャガンジュ、トントン、ワッタブットネンナトン、トン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 、トン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 、ミガンジュヌシマの読みたんそう。トントントン、ガッチマイガッチマイ、トントン、一番一番、トントン。僕は12時31分を回りました。 FM 読谷の本スタジオから生放送でお届けしているシエスト読谷 FM ランチ眼中チャレンジをお届けしております。さあ、ということで1時間で、ね、生放送でお届けするんですが、この時間に一つお知らせがございますので、先に紹介させてください。ということで、交通安全クイズのお知らせです。もうね、毎年恒例なので、皆さん楽しみにしている方も多くいらっしゃるかと思いますが、始まりますよということで、
年末年始交通安全県民運動実施にあたり、今年も交通安全クイズを実施します。クイズの出題は12月18日月曜日から、来週の月曜日ですね、月曜日から12月24日日曜日の1週間、1日1問、朝昼夜の3回クイズを出題します。回答用紙は FM 読谷嘉手納警察署読谷村内の公民館にて配布中です。回答用紙はお一人様1枚とさせていただきます。すべてのクイズ出題後、 FM 読谷に設置されました投函箱に28日木曜日の午前中までに投函してください。全問正解者には抽選でなんと豪華景品をプレゼント。クイズの回答と抽選の発表は年明けの1月3日火曜日、 FM 読谷の新春特番内にて発表いたします。さあ皆さんで、みんなで交通安全クイズに挑戦してみようということで、はい、来週ね、月曜日からクリスマスイブまで、はい、1日1問出題するということですので、ぜひ皆さんお聞き逃さずに、しっかりと出題聞いて答えをね、丸×で答えていけますんでね、はい、出していただきたいなと思いますので、ぜひあの回答用紙 FM 読谷にもね、何枚か、はい、配布して準備しておりますので、もらいに来てくださいね。よろしくお願いいたします。さあということで、続けて第4コーナーだね。第4コーナーも読谷村役場健康推進課のお知らせをしていきたいと思いますので、引き続き皆さんどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。はい、ということで、なんか苦しくなって、なんかおかしいね、大丈夫かね、ごめんなさいねってはい、ということで、続いてのお知らせなんですが、先ほどは健康診断のねお知らせをして、子どもたちの健康診断までお伝えしたんですけれども、さあ続いては平成29年度読谷村人間ドック受診方法についてお知らせをしていきます。人間ドックを希望される場合、読谷村役場健康推進課へ人間ドック希望の連絡をお願いします。窓口はもちろんですが、電話でも可能となっておりますので、人間ドックを受ける前に忘れずに読谷村役場健康推進課まで連絡ください。それではここで電話番号をお伝えしましょう。電話番号は健康推進課直通で 098-982-9211 098-982-9211 となっております。そして連絡が済みましたら、各医療機関へ、希望する医療機関へ各自で予約をお願いします。希望する医療機関へ各自で予約をお願いいたします。はい、契約医療機関につきましては、読谷村役場のホームページ、もしくは先ほどお伝えしましたパンフレット、もっと使って村民みんなの健康サポートのこのねパンフレットの中に、読谷村の方がよく利用する医療機関ということでいくつか掲載されておりますので、どちらかをご参照ください。はい、お願いします。そして予約が済み、受診日が来た際は、保険証と検診受診券、そしてがん検診受診券を忘れずに持参してください。今年度の保険証はコスモス色、ピンク色となっておりますピンク色となっておりますので、はい、去年はねグリーン色、緑色、ウグイス色だったんですが、今年はピンクですので、ピンク色の提示をお願いいたします。そして各医療機関が設定しております人間ドックの費用、肺と大腸と胃の検診、がんの検診を受ける際はだいたいね3万円ほどかかると言われているんですけれども、その人間ドックの費用から、特定検診および3がん、肺、大腸、胃検診の費用16,392円を除いた分が自己負担額になるということですので、人間ドックを受ける際は一度受ける前にですね、読谷村役場の方に連絡をしていただきますようお願いいたします。そしてがん検診の受診期限なんですけれども、こちらも来年の1月31日水曜日までとなっておりますので、忘れずにがん検診も対象者の皆さん
まあね、年齢によって対象ございますので、対象の皆さん健康診断とプラスがん検診、あ、人間ドックの、ね、あのより深く自分の顔の状態を知りたいという方は人間ドックに切り替えて、はい、人間ドック受けてもらえたらなと思いますので、はい、と思いますのでよろしくお願いいたします。そして後期高齢者、医療加入者、75歳以上の方へなんですけれども、毎年年度初めにですね、ドック費用補助授業というものがあるんですが、こちらの授業は受付期間が終了しております。しかし水色のハガキ、先ほどもね少しお伝えしましたが、水色のハガキ、未誕村がん検診受診券、水色のハガキを発行することができるということですので、75歳以上の方も一度読谷村役場健康推進課の方まで連絡をしていただけたらなと思いますのでお願いします。またハガキ届いていたけれども、見当たらない、どこ行ったかなとね、探せない方も中にはいるかな、いるのでしょうかね。もしそういった方がいらっしゃいましたら、再発行もできますので、気軽にですね、あの連絡をしていただけたらなと思いますので、はい、行けましょうね、よろしくお願いします。さあ、そして続いては平成28年度、昨年度の健康診断の受診率についてということで、もうね、受診率が確定しましたよとね、もう11月に入ってからずっとお伝えしているんですけれども、今回28年度は昨年度よりマイナス 1.6 ということで 42.7% という結果になっております。読谷村役場はね、目標が 58% と目標を立てておりますので、ぜひ皆さんのご協力あっての結果となりますので、ぜひ29年度、今年のですね、健康診断を個別で受けている方、また集団で職場で受けている皆さん、ぜひ健康診断の結果のコピーをですね、提出をしていただけたらなと思いますので、ぜひご協力よろしくお願いいたします。こちら国保に加入されている皆さんの、ね、ご協力をお願いしていますので、ぜひ引き続き今年度もよろしくお願いいたします。こちら提出先は健康推進課となっておりますのでね、お願いします。そして続いては平成29年度特定保険指導実施率ということで、実施率についても報告がありましたのでお知らせいたします。42の沖縄県医師国民健康保険組合、42あるんですけれども、なんとその中で読谷村4位になりましたということで報告がありました。今回保険指導実施にあたってね、ご協力いただきました村民の皆さん、本当に感謝いたしますということで、引き続きね、29年度も実施しておりますので、皆さん自分のね、体と向き合う時間にしてもらえたらなと、していただきたいなと思いますので、ぜひ活用してください。またね、テレビや雑誌、ラジオなどでもいろんな情報をね、発信しておりますが、自分に合う合わないというのもね、あるかと思いますので、ぜひ専門の方もね、自分の体のことを知るきっかけになってもらえたらなと思いますので、専門の方にもご相談していただけたらなと思います。そうそう、その中でちょっと私がそう気になってる食育コーディネートっていうね、コーディネートってあるのがあるんですけれども、自分の今の状態をね、検査するものがあるんですけれども、自分に合った食材、合わない食材っていうのを知ることもすごく大事だなと思って、先月ぐらいにね、私の友人がこのコーディネートを受けて、自分に合わない食材なんだろう、合うものなんだろうとね、チェックをしに言っていたんですけれども、なんとこの友人は合わない食材一つしかなかったということでね、なんかそうそう、見ると聞くと自分ってどうなんだろうと思うとちょっと怖い反面でも知りたいとね、普段食べているものが本当に自分の体に合ってるのか、また本来は取り入れなきゃいけない食材もあるけれども、実際取れてるのかどうなのかっていうのもね、知るために、はい、私もちょっとその食育コーディネート受けたいなとね、はい、年内に受けれたら受けたいなと思うんですけれども、まあ、そういったお話もまた体験したら皆さんにお伝えしていけたらなと思いますのでね、ぜひ自分の体の状態、体どういう体質なのかっていうのもね、知るためにもいろんな
情報、まあ、自分のチェックをね確認をしていただけたらなと思いますのでね、2,000〜3,000円、あ、最初は3,000いくらかで、2回目からは2,000円くらいで受けられるということでしたので、またねあの情報いつかお届けしたらして お届けできたらなと思いますので、ぜひお楽しみに、私のはい お楽しみに、はい、ということで続いてちょっと話が逸れてしまったんですが、続いては特定保険指導についてということで、特定健診を受診された方で結果の内容によっては保健師さん、そして看護師さん、栄養士さんから保健指導が必要な方がいます。自分の体の状態を知るための保健指導ということですのでね、しっかりと受けてくださいねと言われている皆さんは忘れずに日程調整をして、必ず、はい、保健師さん、看護師さん、栄養士さんから保健指導を受けていただきたいなと思いますのでね、はい、お願いします。ちなみに特定健診ということで、特定健診とは改めて健康診断、特定健診とかね、いろいろね呼んでるんですけれども、特定健診というのは読谷村、まあ、国民健康保険、まあ、読谷村と限らずなんですけれども、国民健康保険に加入されている40歳から74歳の方が対象となっておりますので、特定健診というのは40歳から74歳、まあ、20歳から20歳から39歳の方の健診は一般健診と呼ばれております。また75歳以上の方は長寿健診と区分けされておりますので、健康診断の中に3種類ね区分けされているということを知ってもらえたらなと思いますので、ぜひ、まあ、特定健診のねことはよくテレビでもテレビで放送されるかと思うんですが、ぜひ20歳になって社会人になった皆さんも忘れずに一般健診、そして75歳以上の方も長寿健診とね、しっかりと年に1回受けていただきたいなと思いますので、今年度まだ受けていないという皆さんは忘れずに受診してください。そして続いては婦人がん検診のご案内ということで、婦人がん検診にも集団検診と個別検診がございます。今年度の集団検診は終了となっておりますが、まだ受診されていないという方は個別検診を受診してください。個別検診は来年の平成30年1月31日水曜日までとなっておりますので、各自で病院へ予約をして受診していただけますようお願いいたします。また協会健保に加入されている扶養者の皆さんもがん検診、読谷村から補助が出るということですので、ご希望の方は直接健康推進課までご連絡のほどよろしくお願いいたします。ということで、女性の皆さんは婦人がん検診も忘れずに年に1回受けていただきますようお願いいたします。20歳から対象となっておりますのでね、ピンク色のハガキ届いているかと思いますので、ぜひご確認、そして受診の方よろしくお願いいたします。それでは一旦 CM です。トントントン、ガッチマイガッチマイ、トン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 、イチデジトントン、ワッタブッドデジナトン、トントントン、一番一番、トントントン、検診リカリカ、トン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 、チャガンジュ、トントン、ワッタブッドネンナトン、トン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 、トン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 、ミガンジュ主島の読みたんそん。一枚トン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 、一デジトントン、ワッタブッドデジナトン、トン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 、ワッタムラヤ一番一番、トントントン、検診リカリカ、トン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 、チャガンジュ、トントン、ワッタブッドネンナトン、トン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 、トン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 、ミガンジュ主島の読みたんそう。
は12時47分を回りました。あっという間のエンディングとなりましたが、引き続きガンジャチャレンジをよろしくお願いいたします。ということで、ちょっと、自分の話といろんな話が混ざって長くなってしまったんですが、あと2点ほどお知らせがございますのでお伝えします。高齢者肺炎球菌の予防接種の案内ということで、肺炎は日本人の死亡原因第3位となっております。肺炎球菌が原因で肺炎にかかる65歳以上の方が多いと言われておりますので、対象者の皆さんは忘れずに今年度3月までに予防接種の受診をお願いいたします。各自で病院に予約をしてですね、予防接種を受けていただきたいなと思いますので、通知が届いている皆さん忘れずに予防接種を受けてください。また対象者、ね、年齢別で掲載されているんですけれども、一人暮らしをしているおじいちゃんおばあちゃんがいましたら、自分 の, ご家族が対象になっていないかどうか確認もしていただけたらなと思いますので、ご家族の皆さんご協力よろしくお願いいたします。そして続いては高齢者インフルエンザのお知らせということで、10月1日から65歳以上を対象にインフルエンザ予防接種を開始しております。自己負担は1000円となりますが、65歳以上の皆さん、ね、高齢者の方がインフルエンザにかかってしまいますと、気管支炎や肺炎などの合併症を起こしやすくなったり、また重症化になる傾向がございます。読谷村では65歳以上の方を対象に予防接種の費用を一部助成を行っていますということで、早めに受けてインフルエンザから体を守っていただきたいなと思いますのでね、対象者の皆さんは10月1日からスタートして来年の2月28日までが実施期限となっておりますので、対象者の皆さんですね、早めに受けて予防接種も受けていただけたらなと思います。またその他の皆さんも予防接種希望の方は、ね、受けていただけたらなと思いますので、ぜひかかる前に予防ということで、手洗いうがい、そしてしっかりとご飯を食べて、またしっかりと睡眠もとって、また最後に予防接種も受けていただけたらなと思いますのでね、この季節本当体調崩しやすいですので、また年末なので、忘年会とね、女お出かけする方、またクリスマスに向けていろんなにイベントもございますので、すいません、はい、イベントもございますので、体調崩さないようにしっかりと休養もとって、体も休める日をねしっかりと作って、無理のないようにしていただけたらなと思います。またね、お昼時間はしっかりご飯食べて仮眠取ったり、午後のね仕事に備えてもらえたらなと思いますので、あーもうでも12時もあと10分で1時だね、もうお昼時間終わりますが、はい、皆さんしっかりとオフの時はしっかりオフして休んで、はい、スイッチを入れていただけたらなと思いますので、皆さん体調お気をつけくださいということで、以上読谷村役場推進課からのお知らせでございました。もう年々に1回忘れずに健康診断受けてほしいなと思いますので、はい、皆さんみんなで声をかけてほしいなと思いますのでね、よろしくお願いいたします。さあということで、第4コーナーあと少々4分くらいなんですけれども、なんだっけ、あ、そう、今日のメールテーマ、今日は、毎月ね、12日がなんとパンの日なんだそうです。皆さん知っていましたでしょうか。まあ今日ご飯何にしようかなとねパンだけはちょっと寂しいので、パンと何かスープとかね、ポタージュ系のねスープ飲んだり、まあパンに何か挟んだりとねして、パンを食べてもらえたらな必ずパンではないんですが、はい、毎月ね12日がパンの日ということで、あなたが好きなパン、もしくはパン屋さんなど何かございましたら教えてほしいなと思いますので、ぜひ皆さんからのメッセージお待ちしておりますよ。ということで、パンなんですけれども、私そうパン好きで、もう3食パンを食べていた時期が実はありました。19歳20歳ぐらいの時なんですけれども、はい、パンばっかりパンパンパンとね朝昼晩、もう朝昼晩以外にも休憩
あの10時じゃ3時じゃぐらいの時間にもね、パンばっかり菓子パンを食べたりしている時期があったんですけれども、やっぱり食事ってバランスよく取らないといけないなとね、当時19歳ぐらいの時に感じたことがありました。やっぱり主食でね、ご飯パン麺類とあるんですけれども、パンばっかりもダメだし、副菜や主菜、またちゃんと牛乳とか果物もね、バランスよく、食事ってねバランスよく食べなきゃいけないけれども、当時の私は全然そんなこと考えてなくって、好きなものだけをとりあえずというか今食べたいものを食べるっていう感じでね、していたので、当時本当3食パンでも平気な人でした。また中には私みたいにねの方、なんだろうと、私みたいにって言ったらだけど、はい、そういった方も中にはいるのでしょうかね。でもしっかりと食事バランス、しっかりご飯パン、まあ、でもお肉も食べたり野菜も食べたり、バランスよくとってもらえたらなと思いますのでね、ご飯ばっかりパンばっかり肉ばっかりとなっている方は、まあ、それぞれ体質があって自分に合う合わないもあるかとは思うんですけれども、バランスよく食事は取ってもらいたいなと、私もバランスよく取っていこうと思いますので、ぜひ皆さん自分の体気をつけて、はい、体調崩さないように気をつけていただきたいなと思いますのでね、よろしくお願いします。メッセージちょっと見きれないから、ちょっと見れないので、今日はもうねお話となるんですけれども、そう、私パンをねずっと半年ぐらい、まあ半年間ずっと毎日パンを食べてたわけじゃないんですけれども、1週間のうち3日4日ぐらいずっとパンばっかりを食べていた時、その3、4ヶ月後ぐらいに急激に体重が5キロぐらい増えてしまって、衝撃を受けたことがありました。まあその時に初めて食事をね見直すきっかけとなったんですけれども、その時からもうずっと、もう10年ほどなるんですけれども、食べる順番とか食事をとる時に食べる順番とかを気にかけたりしているところなんですが、まだまだね見直す点もたくさんあるかと思うので、今度食育コーディネートの方に相談をして、自分がこれからどうすべきなのかっていうのをねチェックしていきたいなと思っておりますのでね、ぜひ皆さんも自分の体と向き合う時間をぜひ作っていただきたいなと思います。年末なのでお忙しいかとは思いますが、皆さん体に気をつけて頑張ってくださいね。それでは皆さん1時間ありがとうございました。皆さんここもお仕事頑張ってね。バイバイ。